ナナコナナコチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうも、ナナコです。本日はですね、マリオカートの新しいコースが走れるようになったよ記念の大会、初日をにお呼ばれしておりまして、そちらで走っております。予選を見てくださった皆さん、ありがとうございました。今回の動画は、決勝戦です。決勝 B 戦決勝 A と決勝 B に分かれるんですけども、前回の下位6名が集まって戦うのが決勝 B です。なので、今回のこの決勝 B で、本日最弱の配信者が決まってしまうという大会ですんで、ぜひ僕はこの決勝 B の中でも、まあ、せめて最弱にはならないように、っていうかまあ1位目指して、頑張って走っていきたいと思います。さあ、決勝 B とはいえども、一緒に走るメンバーは、もう非常にちょっと強力なメンバーが集まっております。走るメンバーは、ヒイラギ、ミュウさん、トリッピー、ゲンさん、ナナコ、アイゴリ、ユキドラさん、チハヤさん、ボスナさん、コハロンさん、まさかのハタサコ、ヒカックメス、がいます。果たしてここにどれぐらい食らいつくことができるのか、ハタサコを抜いて、1位が取ることができるのか、こうご期待、ハゲが2人もおる。いや、待て、よく見ろ、ハゲが4人おる。どんだけハゲの多いグループやねん。前はこの中で、まあちょっと頑張ってね、いい成績残せるように、トリッピーには勝てるようにちょっと頑張って走っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ頑張るぞ。ちなみにもう初見じゃないと言いますか、まあ一回走ったのでちょっと解禁していいだろうということで、この一回戦というか、まあ予選から決勝に上がるまでのこの短い時間、まあちょっと10分15分くらい休憩があったんですけど、その時間の間に YouTube でボスナさんのショートカット集を見て勉強していきました。マジで勝ちたい。マジで勝ちたい。1位目指して頑張ろうと思うし、まあそうじゃなくてもちょっと、上位3人とかにはね、入って、表彰台登れるように、頑張って走っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、さっき走った、ファーストレース。予選では、コースがわかんなくなって、道がね、ちょっとわかんなかったマップですが、今回はルートを完全に把握できているので大丈夫でしょう。そうなールートを完全に把握している動きか、それが。あ、ついた、ついて、ほら、よっしゃー、ザマミ。それは俺の、ワタさん、そのダブルは僕のだから。よし、いい感じで取れたんじゃないか。で、あれ？なんかテレサで、だ、これミスった。俺ね、そのアイテムのね、切り替えがほんと下手なんだよな。他は全部うまいんだけど、他は全てがうまいんだけど、アイテムの切り替えだけがほんとにね、うまくいかないんだよね。メスさん、ねえメスさん、待て、おつけ、メスさんに気を取られているとしくじっちまう。ここはちゃんとこれアイテム取って、まだ、じゃあなんで青コーラのコースにいなかったじゃん、俺今。俺が青コーラのコース上にいたんじゃないよ。青コーラが俺のコース上に来たんだから。そこ絶対勘違いしない。危ない、俺の緑コーラに殺される。ここ絶対ショートカット。うわ、全然違った。ボスナさんとショートカット動画見たのに。あ、ここだ、こっちだ、こっちだ。ねえ、嘘じゃん、そんなの。持ってないよ。よく取って。やばすぎー。これは苦しい。しかもこれ3周目だ。いや、やば。やだ、絶対11位は嫌すぎる。ちょっと待って。幸先悪し。なんでゴリラこんなにいいんだよ。なんで7、8、9でゴリラのあんこが揃ってんの。今、気づいたこと言っていい？俺ね、自滅してる気がする。なんか、知りもしないショートカット走ろうとしたりとかさ。俺が自ら、泥水の中に浸かっていってる気がする。ちょっと良くないな。逆にこう、クールに走ろう。マリオカートサーキット8。8じゃない、大嘘つきました。マリオサーキット3。ここはね、さっきも、予選の時もね、結構いい走りができてたんで、最後の、ちょっと焦りでダート噛みまくったけど、ダートを噛まない、絶対にダートを噛まないということを目標に走っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず自分に目標を設定できる。
これあの成功者の、これ成功者の走り方だから、これ漫然と走らない、まずは自分の中に、ちょっと待って、すっげえ曲がるの大変ここ、はいどうぞ、いいねー、あれ待て、今のドラ、今のね、今のあのドラミングはちょっと活かしてなかったね。雪ドラさん、ゲンさん、あ、雪ドラさんのゲンさんつったら予選の時に俺とね、シューを消したメンバーじゃん。あ、なんだからさ、なんか今日さ、お尻につけようと思うのにお尻から勝手に離れていく、アップなすぎ、うまいよ、お尻にきっちり甲羅をつけていく、でここのダートを噛まないのを目標とさせていただいております。今被弾しなかったのデカすぎた、なんで被弾しなかったかわかる、なんで被弾しなかったかっていうと、なんで被弾しなかったかっていうとね、あのね、空豆がね、ちっちゃいのよ、この機体の小ささや神、そしてさらに食らった後の復帰が早い、このね、空豆神要素が揃ってんの、特に大会における、もうショートカットでしょ、だこれだるすぎ、まあまあでも落ち着いて、俺の腰処理来るな、こら、うん、いいよいいよいいよ、なぜがいいかっていうと、何がいいかっていうとね、何がいいかっていうと、空豆は加速が、復帰が早い、ねえ、ありえん、ありえん、さすがに、それはありえん、マジで、さすがにそれはありえなさすぎ、さすがにそれはない、もうしんど、マジでしんど、今のは、俺最弱の男になる可能性がある。切り替えろ、なんかさ、もう走った後に出てくるね、後悔が、あそこで足とかよかったとか、なんであそこで足しまったかなみたいなのがね、人生と一緒だな、マリオカートは。はじめ思いっきりね走っていっても、途中で足引っ張られて落ちていくこともあるし、はじめ再開でも一気に抜かしていくこともあるし、マリオカートっていうのは人生と一緒ですよ。これなんかちょっと俺が本当はなんかマリオカートに1000時間とかやったやつが言うことだよ。俺みたいなアバマリオカート実況者が言っていくことではなかった。サブレース、カラカラ砂漠はショートカットがマジで激しい、うまく回していきたい。ここはあの高い子、チーズランドに続く高い子って言っても過言ではない。落ちてダートに入らないように気をつけてね。ここで、アイテム交換マジで下手なんだよな。ただまあ今のちょっと綺麗なやり方がなかったけど、ショートカットだったんじゃない？で今のも正直コイン取りたかったけど、コイン取りに行ったら多分あのダート噛んでた。だからダート噛まないことの方が重要だから、正解。コインは欲しいけどね。どこだっけ？ど、いやー、あ、いいんじゃない？これ。あー、見てください！今1位に躍り出ています。いいな。あの一瞬でも1位を。一度、頂点を見た男は強いからね。頂点の取り方を知っているから。あ、これダメだった。その取り方したらダメなんだ。はたさこがいるね。うん、ダメだな。2個欲しかったね、今ね。うわっぶあびっくりした。いや、めちゃめちゃ崩される。待て、ここでこじきしていこう。ちゃんとコインいただいて、あ、はたそこどうした、はたそこ大丈夫、ここでショートカットがあるはず、ショートカットがあるはず、ショートカットがあるはず、ショートカットがある、ここショートカットのはず、ここショートカットのはず、ここがショートカット、これがマジで激アツショートカット、激アツ、いいよいいよ、いい順位まで上がってきた、うわー、やーばー、なんで今のを走って9位、めっちゃ綺麗だったけどね、ショートカットのところのこのスルーって攻めていくところ、うわ、出た
出た出た、次めっちゃ苦手なとこだ。ワルピンマジで嫌いなんだよな。ワルピンマジで嫌いなのよ。お、さすが奈々子さん、あの王冠かぶってる人にニコニコ話しかけた。あ、違うわ、旗そこだ。話しかけた。王者に小判詰めしに行ったかと思ったら違った。ただ旗そこと仲良くしてるだけだった。っていうか、あのアイゴリとかもさ、確実に1回目の時よりもさ順位伸ばしてきてるよね。みんな初見じゃなくなると一気に強くなるな。俺だけか。俺、初見の方が、アド取れてたんじゃない？なんか俺あの、物覚えが悪すぎるからさ。なんか、初見、2回目なんだけど、1回目の時の方がうまく走れてた気がする。集中力というか、こう、あれだもんね。あ、でも今のはいいんじゃない？いい攻めの方がいいよね。ここがむずいのよ。先見よ。先読みの能力が問われる。うん、まあそうだよね。もうこんなし。あそこほんとむずい。ゲンさんも今ぶつかってたけどさ。絶対曲がりきれんのよな。よしよしよし。だー！よく見て。まず一人。はい、二人。それでトリッピー。三人、オッケー！三崩し。あー、痛すぎ。俺も4崩されんか。もう一回イン攻めて、イン攻めて、もう一回イン攻めて、イーチ取れてる、イーチ取れてる。コインは取れてないけど、うわ、今のこれまでの俺だったら当たった。キノコ1個取ってそんなに嬉しいか。で、ここはここダッシュ板乗りつつインを攻める、この走り。いや、よし。で、ここがマジで難しい。ここが本当に難しい。よく見てよく見て。で、次も曲がる。綺麗！ナイス！さすが奈々子さん！成長度、成長度の高さ！この成長力！マラキの男！よし！ここでスターは大きすぎる！いや、待て！おつけおつけ！あー、ここまでおつけ！まだまだ取り返せる取り返せる！やった！やった！やった！ナイス！最高のサンダーです！それは！それは最高のサンダーと言っても過言ではありませんでした。来た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 ！来た来た！もはやもう俺にコインは必要ない。来たに、よっしゃ、まだ、まだ3試合目だった。めちゃめちゃ、もう、めちゃめちゃ今ゴールしたと思った。長すぎ、このマップ。同じこと、同じこと。いいよ。あ、おこらも当たんなかった、今。これまでの俺だったら当たった。ここはもう、待て待て待て。これ激や、いや、やば。こうした。お、やば。1位取って、まあまあまあ、そりゃそうだよね。さあ、そうなるよ。いいよ。いや、千早さんか。ちょ、これ抜かせ、ちょっと抜かせない。後ろく、おつけおつけおつけ。いいよ。来た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 、見た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 、今青コーラ見た、今青コーラ見れた。俺今の青コーラ見たらマジでない。待て、いや、なんでそこアイコーローで取んの。待て、お、取らせてくれ。俺1位を、よっしゃー、やったー、よっしゃー。あ、ゲスさんが来てた。おい、浮上したぞ。うわー、今のマジで嬉しい。見たよね、千早さん抜かさないようにちょっと減速したもんね、青コーラの時にね。いや、俺大好き。ワルピンが一番好きだな、今回の進行戦。一番できんじゃない、ワルピン。いや、大丈夫。浮上の目が出た。これで。シドニーサンシャイン。いや、でもあれだな。ボスナさんやっぱクソ、あ、ボスナさんか、あれ。俺、ボスナさんと競い合ってたってことか。青髪。青髪のボスナ。うわぁ、戦闘気持ちいい。もう戦闘じゃないけど、はい、そこでも、ねえ、このアイテムを取れない弱さ。そこに俺の弱さが出ている。いや、でもね、俺気づいた。やっぱね、まずはね、被弾しないことと、当たり前だけど、被弾しないこと、コインを取ること、インを攻めることも、これに尽きるわ。どんだけやっても。いいよ。
こでちゃんと取ってってで、アイテム交換がちょっとうまく最近できてないから、うわもうマジでやらしい、なんであのダブルの前にあんなにバナーナ置くので、このインを攻めること、噛まないこと、壁舐めずにインを攻めること、それができれば百戦錬磨的なしって少しも言ってたんだよな。最高、うわありがてえ、今ワンチャン、ワンチャン石突破してくんねえかなって思った俺今。むずいむずいむずい、いやコインが全く取れてない、コインが取れてなさすぎる。あぶね、ジンは折れない、コインちょうだい、コインちょうだい、よく見てよく見て、いいよいいよいいよ、これコインちょうだい、最初ラップ、コインちょうだい、なんでそれ当たっちゃうかな。これはちょっと一回緑コーラは自分のお守りにしよう。やーばそれ、いやこれで再会は嫌すぎる、ごめんアイゴリ、ごめんねアイゴリ、ごめんねヒラギさん、あれ欲しい、絶対欲しい、あそこは多分絶対欲しい、絶対欲しい、よし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 、いやわかん、いやもうなんでこいつら、ねえミサイルしか逃がなさすぎる、もうなんでさっき1位の後に再会取っちゃうの、もうやだ、嫌すぎるな今のは。よしそのラウンドいきますか、トリッピーが42か、ちょっと遠いね、みんな花チュンバギー使いやがってようと思ったら、に2個前のところにあのめちゃめちゃ車高高い車乗ってるやついたわ、やつの名前はアイゴリ、おい今紹介してた、止まって道は違ってないよな、で相手も絶対取れないと、もうこれもうおなじみだから、お約束と言っても過言じゃない、あれこんなんだっけ、あ合ってるわ、でここ、あーそう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 、ここで2個欲しいよね、でここのインの攻め方はマジで綺麗、お手本のような攻め方、あー取れないんだよな、ほんとなんか俺のなんかすごい本当に下手だよね、ナオコさん下手だよね、アイテム取るの、よく見てよく見て、いいよ、あいよ、本当に下手だよね、アイテム取るのがさ、これやばい、これ取られる取られる、あーよかった、もらおう、あいいよいいよいいよ、だいぶいいアイテム交換できた、あこれは素晴らしい、これは素晴らしい、うわアイゴリがめっちゃ強いの持ってる、いやあと1秒、あと1秒でスターだったのに、嘆くな、4位だ、順位が悪くない、嘆かなくていい、嘆く者のもとにアイテムは落とすね、あ当たらんか、取れ、あ、OK OK OK、1個取って、やばいスターだらけだ、壊すか、 OK ありがとう、俺もスターになれる、俺もスターになれるんだ、よしよしよし、組んでよ組んでよ組んで、ゴールはもうまずか、うん最高スターでよかったけど、まあ最後のキラーショック、そ最後のキラーショック、トリッピーじゃねえかよ、最後のキラーがな、余計だったな、今な。ああ、始まっちゃう、始まっちゃう、始まっちゃう。よしじゃないのよ。危ねえ、間に合った。よし。に。そうね。ここはあの、ブツブツマップね。待って、ちゃんとアイテムを取ろう。あの、アウトサイドからでいいから、ちゃんとアイテムを取ろう。よーしよ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 し。大成長、大成長。
みんなに褒めてもらおう。アイテム取ろう。1個で、よしよし、褒めてくれ、みんな。アイテム取れたら褒めてくれ。で、ここが、いや、ここマジで危ない。わかんない。あ、ここまで行ったらとりあえず OK なんだ。マジで怖いよね。そうね、でここでアイテム取って、よし、一回褒めよう。さすが、ナイス、偉いぞ。 OKOKOK で、一個崩して、で、ここは綺麗に飛んでいく。あ、いいね、できたらちょっともっと早く、あれだな、もうちょっとこのクパッカのパックン邪魔だな、早く使いたいのよ。そうなのよ、なぜならいつあれが来るか分かんないからね。いやー、これ俺かな、俺だよな。でもいいの、でもいい、空豆は復帰が早いから。で、ちゃんと今コインも集まりが悪くないから、よし、これでもうコインに、あれでバナナってのは、そんなバナナでもここで、うん、よし、あ、いいよ。でね、早く使えたの、スターを。なぜかというと、こういうことがあるからさ。なんでだよ、なんで、意味がわからん、マジで。飛べねえじゃねえかよ、あそこ。なんで、もう、マジで、作戦はめっちゃうまくいってたのに。なんであそこ届かねえのよ。うん、まあ、よかった、9位まで来れた。メッサン抜きたいな。ねえ、もうやめにしないか、ここでもう走るのやめにしてさ。そしたら終わらないのに。もう誰か一人勝者とか敗者とか決めずにさ、このままもう走り続けようぜ。最終戦、アイスビルディング。よし、いい順位出したいね。願わくば1位取りたいね、ファイナルレース。アイスビルディングが面白かった。そう、まずここにアイテムがあるんだよ。もう絶対取れないんだけどね。分かった。でもこれは取れない。そうなの、取れないの、分かってた。でもアイテムに囚われなかったから、危ない今の。アイテムに囚われなかったから今被弾しなかったっていうね、いいこともあるの。あれしたのは取れないんだね。よしよし、あぶね、綺麗なインの攻め方したけど、まあ絶対当たるよな、今もう見えたもん、今未来が、あ、俺死んだって。そら当たる、当たってもいい、なぜなら今順位は悪くないから。中段につけてる、このアイテム欲しいね。ここは絶対取る、成長見せろ俺の、ここも絶対取る、大成長。よっしゃ、綺麗、今の赤コーラ潰しからの、いや、これ間に合うか、いや間に合ったかな、今の赤コーラ潰しからのギリギリイン攻め、非常に綺麗でした。いや今ね、わかる、今さ、キノコ使おうかなと思ったんだけど、あれキノコ使ったらね、谷底真っ逆さまルートだったんだよな。ただ今ね、何の防御もないから怖いな。いやー、これ一回やったマジで、もうこれ予選でも同じことされた。どうかな、いやー、12位か。もう頼む、取らないで、お願い、俺の相手を誰も取らないでください。え、七子さんわざと取ってない？もうマジで本当に取るの下手だね。最悪なしで。あー、まあ、順位は変わらんかったかな。
合間を縫うようにしてかわしてたからね。ちょっと次のねアマス初見杯に向けての課題がはっきりしました。ダート噛まない、壁舐めない、インを攻める、そしてアイテムを取る、ちょっと精進してね目指していきたいと思います。というわけでダウンロードコンテンツの初日を決定戦、マリオカイト大会でした。ご視聴ありがとうございました。主催してくれたトレインくんありがとう。また次のマリオカート配信か動画でお会いしましょう。それではあったかくして寝ろよー。またねー、バイバーイ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。